こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A。木造建物、地下だけ RC、耐用年数何年というテーマですね、お話ししていきたいと思います。今日の質問内容になります。賃貸物件を建てましたと。木造の建物なんですけれども、地下室があってですね、この地下部分のみですね、鉄筋コンクリート造りになっていますと。この場合の耐用年数はどのようになるのでしょうかということですね。通常木造の新築であればですね、22年ですね。鉄筋コンクリート造りであればですね、47年。どっちを取ればいいかっていう話ですね。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容からですね、厳選して紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料で登録できますので、こちらもですね、ぜひよろしくお願いいたします。ではですね、回答の方に行きたいと思います。原則はですね、主たる構造で判定していくんだということですね。構造が違っていたとしてもですね、主たる構造がどっちなのかと。ところで判定していきますよと。で、例えばですね、例えば一部鉄筋コンクリートがですね、使われていたとしてもですね、大部分が木造であれば、それは木造の耐用年数を使うということになっております。木造であれば22年ですから、全体を22年で、計算していくということですね。しかしですね、木造と RC 作りのようなですね、構造が全く異なるような場合には、通達にあるようにですね、建築費をそれぞれの構造別に区分して、それぞれの耐用年数を使用することになる場合がありますよということなんです。で、ちょっとその通達ですね、見ていきたいと思います。こちらがその通達なんですけれども、一つの建物がですね、別居第一の建物に掲げる2以上の構造に構成されている場合において、構造別に区分することができ、かつですね、それぞれが社会通念上別の建物と見られるもの。例えば、鉄筋コンクリート造り、3階建ての建物の上にですね、さらに木造建物を建築して4階建てとしたようなものであるときは、その建物についてはですね、それぞれの構造も異なるごとに区分して、その構造について定められた耐用年数を適用しますよということになっております。構造別に区分することができてですね、社会通念上別の建物というような、に見られるようなものであればですね、区分して耐用年数を適用しますよということになっております。ですから今回のケースですね、通達の規定に該当すると、判断するとですね、その木造部分ですね、22年、RC の、地下の部分というのは47年というようになるんじゃないかなというふうに思います。